よくしてね。飲んじゃす、りょうしくです。まあ、視聴者の皆さんに、視聴者の皆さんに最初にお伝えしないこといけない。お伝えしないといけないことがあるんですけど、まあ、YouTube 始めて2ヶ月ぐらい、収益化されました。ありがとうございます。いや、もう本当に、もう視聴者、1000%、1000% 視聴者様のおかげなんで、はい、本当にありがとうございます。いやー、ちょっと早かったね。なんでね、まあ、ちょっとこれから動画見るときに広告がちょくちょくって挟まったりするんで、まあ、ちょっと見にくくなるかなって思うんですけど、そこは本当にご容赦ください。その分僕も、まあ、今まで週3週間に1本とかクソみたいな投稿ペースだったんですけど、これからは1週間に2本ぐらい上げられたらいいのかなと思ってるんで、はい、もう本当投稿ペース上げます。はい、いやー、本当に視聴者様のおかげです。本当にありがとうございます。うっす、いやー、本当にクソを舐める人でございます。本当にありがとうございます。はい、でまあ今回はレキさんっていうさ、結構 YouTube の方でミネネの動画とかで映える視点とかで載ってたりするんですけど、高円寺の方かな、レキさんとミネネの動画撮りに行った時にレキさんいたから、レキさん食いましょう、動画撮らせてください、うーんってやったんで、よろしくお願いします。なあ、多分ズダの視点とバエルの視点2つずつかな、多分確か、わかんないけど。はい、じゃあなんでよろしくお願いします。はい、じゃあ動画の方行きましょう。はい、今回はね、まあ、数いるトッププレイヤーのうちの一人、レキさんと組んできました。でね、ちょっとこのレキさんっていうプレイヤーが結構特殊な点が一つあるんで、まあ、そこを、まあ、実況入る前に軽く解説していこうかなって思います。ね、まあ、レキさんは、リボとかハウンドとか、基本的に王道的なキャラクター乗ってる方なんですけど、で、まあ、PS もトップレベルなんで、まあ、大会とかでもほんとすごい結果いろいろ残してるんですけど、まあ、彼の一番すごい点っていうのが、その機体に対する理解度の速さが尋常じゃないんですよ。本当に桁外れなんですよ。まあ、ちょっと例えっていうか、まあみんなが500戦とか1000戦とか一つの機体乗って、まあ答えが出るわけじゃないですか。そのこの機体はこうやれば勝てる、この機体はここが強みだ、ここが弱みだとか、じゃあこの弱みをどうやって克服するかとか、まあいろいろ研究するわけじゃないですか。レキさんそれをみんなが1000戦とか見つけるような答えを1クレベルで見つけちゃうんすよ。これ本当にすごいことで、機体を触るだけで、その特徴とか弱み、全部分かっちゃうんですよね、この人。これはね、いくら PS 高くてもできることじゃないんですよね、そう簡単に。まあ、そういうプレイヤーですね、レキさんは。本当にすごいと思います。だから、新機体とか出てきた時のレキさんの動きとか、本当見てほしいんですけど、本当に、まあ、後から出るような答え。を先にやってるんですよ。いや、これはね、すごいっすよ、本当に。僕も尊敬しますね、レキさんというプレイヤーは。まあ、はい、じゃあ実況していきましょう。お相手がギス2フルセーバーですね。まあ、結構話し込んじゃったんで、試合も中盤ですね。さあ、横振ってサバでで。で、まあ、僕が1回落ちちゃって、で、結構、まあ、5分の1ぐらい減ってるんで、まあ、レキさん早く落ちていきたいところですね。で、まあ、このズダっていう機体は、まあ、無視されてもこうやって落ちれる。で、今、見ました？ギス、ステップ結構、もう、先読みで踏んでたんですよ。爆風の広さ、これ尋常じゃないんですよね。避けだって思っても当たるし、で、ガードしたって思っても、こいつ、縦素通りして、後ろに爆発すると、縦すり抜けられるんですよ。いや、このズダの呪縛はね、やばい。当たった方発狂する、これ。結構理不尽な対応するしね。さあ、僕が覚醒入って、さあ、一回横振られが、ここレキさんが一回助けてと。いや、ちょっと話し込んじゃったんでね、最初のうまく実況できなかったんですけど、まあ、2試合目から、実況しこうかなって思います。はい。いや、俺も、いろんなキャラ乗るようになりたいね。本当に。はい。2試合目が、お相手がリボキュベで、僕らが、バエルコトラで、バエルシンですね。さあ、まあ、レキさんのバエル自体はね、結構、ミネネのチャンネルの方でみんな、一回は見たことあるんじゃないかなって思うんですけど、レキさんのバエルはね、結構みんなが見るバエルは、まあ、結構チンパンなのが多いと思うんですけど、レキさんのバエルはね、ブーストの夢がマジでうまいんですよね。まあ、ちょっと見てほしいんですけど、うわ、PS だけやな、みたいな動きしてるんですよね。さあ、一回メインから特殊当ててと。いやー、バエルでこういうね、ねちっこい読み合いされるとね、されたことたまったもんじゃないですね。で、レキさんに聞いた話なんですけど、レキさん曰く、こう、相当うまいリボじゃない限りは、基本的に、7、7、3から6、4取れるって。
まあ、バイル側が有利ってことですね。すごいっすよね。まあ、これはあのバイルがそのいけるっていうより歴史さんのバイルだからいけるみたいなとこあるんでね。うん、まあ結構このバイルの動き参考にしてくれればリボの対策とかにもなるんじゃないかなと思いますね。はい、さあメインを出る、基本的にメインシードですね、見てる感じ。さあ僕がキュベレー、まあ僕自体キュベレー結構得意なんでキュベレー倒しつつって感じですね。さあ一応当たるかなと思ったけど CS に阻まれて、さあメインメインからいいっすね、バウンドで当てて、まあさすがにルービックキューブで一回ずんだくらって、さあキュベレーが入ってって、おっと F 覚醒、結構危ない覚醒っすね。まあ僕と歴さん同じタイルかなと思ったらやっぱり F 覚醒危ねえわ。さあ歴さん一回まあ落ちてくか、ちょっと覚醒ハッカー迷いどころですが、さあ入ってって、お相手若い、プレッシャーの、お、まあ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 、よっけてって一回落としてと、結構忙しいですね。うおはは、これ負けんだね。そうか、これ判定できてからじゃないとそんな強くないんですね。さあ、ゴトラが一回覚醒で荒らしつつ、レキさんも一緒に前に出ていきたい。うおー、マジでキュベル、凄まじいな、お相手。リボが覚醒して、さあ、そこサーブで取ってってと。いや、はちゃめちゃ視点。え、つか、キュベレーの B 理学やばすぎじゃね？マジかよ。ゴトラにもくれよ、あれ。ずるいよ、あれは。はい、続いて3戦目、僕のゴトラと、レキさんのバイルで、僕のゴトラ視点ですね。で、相手がバイルのワールド。結構、バイルね、解禁されてから時間経ってるんですけどね。なんか未だにオンラインにめちゃくちゃいるっていう。やめてほしいなぁ。マジ苦手なんでね。さあ、格闘チャージからイラン玉食らって。まあ、格闘チャージ結構リスキーなんですけど、あのね、バイルと組むときは基本的にダウン取ることを意識しないといけないんで、相手のダウン取って、まあ、バイルに張り付かせてっていうのが一番いいんで。だからね、まあ、巻きたくないけど巻かないとみたいな。基本的にゴトラが攻撃するときは、格闘チャージは結構対応した方がいいですね。さあ一回ダウン取って、レキさんいいっすね、いい盾で、まあ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 、バイル乗ってるから分かるのかな、多分来るタイミングとか。まあ僕もまだレキさんが全然減ってないんでね、逃げていかないといけない状況であるが、まあやっぱり格闘チャージしてみてますね。格闘チャージから、まあ、あのね、アシスト一緒に出してる理由は、あの格闘チャージ当たってからアシスト出しとくと確定で当たるんで、まあ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 、格闘チャージもそ、あ、格闘チャージ、あの、アシストもそんな温存する必要ないんでね、ポン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 使っちゃっていいのかなと思います。さあ、で、このね、あの、ピョンカクからさ、後ろ変形してる理由は、あの、ピョンカクが、自然と相手の方近づいちゃうんで、だからまあ、それの予防ですね。あの、無意識に前に出ないように、常に、あの、後ろ変形を頭に入れるようにしてます。さあ、一回バエルにギロビ引っ掛けて、レキさんがまだやってないんでね。で、あとバエルが一回やっぱ覚醒来るんで逃げとかないといけないですね。さあ、僕も覚醒で逃げるようにして。さあ、レキさんがうまいことカバーに入っていいですね。さあ、僕も逃げたいが、まあバエルクソみたいに早いんでね。ここ一回レキさんの方、相手が見てくれたの助かりましたね。さあ、レキさんが覚醒早くが、まあダブロなんでしょうがないですね。バエルマジでダブロ苦手なんでね。だが、レキさんはそれをやっちゃう。天才。いや、すごすぎだろ。いや、今のは、もう、恋じゃないっす。さあ、下変形で一回距離を取って、まあ、まだ歴さんに任せていいっすね。アシストが当たって、ノアル落ちてって。おお、あ、え、あ、あ、みんな知りません？いや、ローリングバスターライフルって言うんですけど、あれ知りません？いやー、僕、結構前から使ってるんですけど、ローリングバスターライフル。いや、インチキじゃないですね。脱法じゃない。はい、続いて4試合目が、僕のゴトラとレキさんのズラ。で、レキさんのズラしてるんですね。で、相手がデスサイズサダビ。ちょっと珍しいペアですね。さあ、一回ギロビで実行っちゃって。で、前回の動画で話したと思うんですけど、そのアルトロンの方がイチゴと組むときいいよって話はしたんですけど、まあ、それはタイマン好きのイチゴ限定で、こういう後ろからポン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 打つようなキャラは、もうゴトラの方が絶対組みやすいと思いますね。まあ、ゴトラの利点は、まあ、あのムーブで、ダブロもらいつつ食らわないんですよね。あのムーブ。で、っていう点でね、本当にズダが後ろでやりやすそうで。あの、この試合見てるわかるんですけど、ズダがダブロになること一回もないんですよね。いやー、ズダこれね、相当やりやすかったと思いますね。さあ、実況の方移っていきましょう。さあ、デスサイズが一致予定してて、まあ、多分爆弾ですね。
さあ一回ケツ掘っちゃって、でまあデッセルが F 角なんで最初から爆弾は想定しましたね。ただここちょっと守ってあげたかったんですけど、僕も遠く行っちゃって一回落ちちゃってと。まあ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 、ゴトラはね基本的にまあ1号が先落ちしてもまあ多少容認できるようになってるんで、あの上行けるんで、上行って自爆とかクソみたいなのができるんで。さあゴトラ覚醒博もサザミにうまいことさばかれてしまい、さあズザも一回入ってきて、さあそうこの青サブ、あのロックが青になってるじゃん、これ青ロックっていうズザ限定のシステムなんですけど、自分で起動変えられちゃうんですよ。これインチキっすよね。あれ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 、あインチキっすね。これもいやこれインチキでしょ。いやこれこそ脱法でしょ。脱法、いや僕のは合法、あのローリングバスタライフルは合法です。これは脱法、インチキかす。あー俺にもくれよこれ。はい、でラストが、僕のゴトラとレキサンドバイルでバイルしてるんですね。で相手が、ビリオストライクとフルクロスで、この試合ね先に行っちゃうと僕先落ちするんですよね。でバイル使ってて抵抗側が、まあ、減っちゃったりしちゃった時の、まあ、その立ち前の買い方っていうのをちょっと参考にしてもらえればなと思います。はい、でまずフルクロが格闘チャージから始めてますね。まあ肩解放ですね。まあさすがに、タイマン強い相手に、あの、両解放で挑むのは結構リスキーなんで、お相手側の選択も正解でしょう。さあ、レッキさんも、まあまあ前に出ようとしてるんですけど、僕がちょっと減っちゃっててね、ここ。で、レッキさんが減ったのを確認してから、ビルドサイクの方ずーっと見始めたんですよ。あの、これ結構大事で、あの、フルクロと見合ってても、バイルって結構減っちゃうんですよね。に対して、ビルドストライクと見合ってても、そうそう減ることないんですよ。この状況判断本当に大事っすね。あのもしこれフルクロと見合っちゃってると結構もう僕が減っちゃってる状態でさらにバイル側も減っちゃうと大変なことになるんで、いいっすねこの状況あんなは。さあ一回ゴトラが覚醒入ってってメインから特化で取ってってと、特殊特化かいいですね。さあお相手の盾が若い、さらに横サブでさばいてって、さあ覚醒の吐きどころも完璧だったがメイン差し込んでと、いいですね。さあ僕もさすがにそろそろ落ちるかなって場面でレキさんここねちゃんと距離取ってるんですね。ほらこれ大事っすね本当に。あのね相手が覚醒でこっちに近寄ってくるまでの時間稼ぎになるんで天才ですね。しかも覚醒溜まってるっていう、いやーまあ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 これちょっと僕側がうまくいきすぎてる感じもあるんですけど、まあ基本的に相方が減っちゃった時はまあ相手の抵抗側と見合うか、まあ基本的にずっとガンスがいていいと思いますね。バイルはいやまあ歴さんが天才ですねこれは。はい、ご視聴ありがとうございました。今回は歴さんの動画でしたね。でね歴さんの視点はね、まあ、皆さんにとっても本当にためになるような視点だからまあいつか撮りたいよなとは思ったんですけど、ちょうどね撮れる機会があったんでね、いや本当に歴さん組んでいただきありがとうございます。でお気づきの方もいるんじゃないでしょうか。で今回の BGM 全部パトスピです。僕と、まあ、編集のラビがね、バトスピ大好きなんですよね。本当、なんかまあ、暇があったら池袋でバトスピやろうぜみたいな。で、そのバトスピついでにガンダムやるみたいな、そんな感じなんですよね。いや、本当にバトスピはね、最高っすよ。でね、レキさんもバトスピ好きということで、いや、これはサービスしてやるしかないかと。そういうちょっとお茶目な心で今回の BGM はチョイスさせていただきました。で、BGM は基本的に、まあ前からそうなんですけど、まあポケダン以外はラビのチョイスですね。まあ仮面ライダーとかその他もろもろ。まあなんで、うん。なんか BGM いいな、センスいいなって言ってるのは全部ラビ宛てなんで、うん。ラビに Twitter とかで言ってあげてください。で、まあ動画の投稿頻度なんですけど、まあオープニングの方でも言った通り、まあ3日から4日ぐらいで1本上げられたらいいのかなって思ってます。まあ今までがね、結構、まあ、その編集とかも慣れてなかった、まあラビとかも俺も含めて結構慣れてなかったんで、まあもうそろそろ慣れてきたんでね、投稿頻度とかも上げていこうかなって思ってます。はい、じゃあ、まあ次回はどうだろうな、多分、みそぎさんの視点かな。うん。あの、お盆中にね、ちょっと、まあ、ゴリアスさんと、あともう一人、うん、まあ、まだ、あえて伏せておきますけど、まあ、もう一人ね、とある YouTuber と、まあ、組む予定なんでね、まあ、そっちの方もお楽しみいただければなって、お楽しみにしていただければなと思います。はい、じゃあ、それでは、ありがとうございました。また見てねー。